そうですね。で、まあ、軽量級ならではの、はい、やりたかったというふうに前回の最終12ラウンドダウン劇を語っています。ナイスアッパーです。この日井上尚弥の動きですけれども、あ、ちょっと攻められているシーンがありますが、ここはガードを固めています。逆にあの村田さんからご覧になってペチマンボーンという選手はどういうふうに映ってますか？ガードをしっかりしていて、井上選手に対する対策をしっかりしていますね。なるほど。重たいボディも入れながら、そしてアッパーを放っていきます。チャンピオンの井上尚弥、コンビネーションも上下に散らしていこうという構えです。ガードは硬いですけど、まずは第2ラウンドですが、左フックを結構強振してますよね。いい左、しかし倒されながらも非常に厳しくセコンドから飛んで、さというところはセコンド陣をかなり意識しているそうですね。井上尚弥3度目の防衛戦です。気持ちより気分がもう違うと思うとになりました。左のジャブの差し合いです。そして頭を沈めて、あ、ここで左ジャブ放って、最後のサリがボディ頭して、しかし相手は手を止めません。ここで先ほどの返しと言わんばかりに硬い拳が飛び込んでいく。左ロック、右ストレート放っていく。左ロック、右ストレート、ワンツー、井上尚弥力強いワンツー、ボディを放っていきます。さあ力強い左ボディを放って離れていきました。右のボディを放っていきます。左のおっと右を返してきました。ペチマンボーンです。さすがは16連勝中の、ちょっと僕も気になるんですけど、ね、そうですか。あ、ここでラッシュをかけていこうとしましたペチマンボーンです。しかし左ちょっと痛めてる可能性もあるのかなと。はい、左のボディを放っていきます。強く打ってますね。左のボディです。大丈夫ですね。上にパンチを浴びせて、その後に左のボディを放っていく。右フック、右フックを放っていく。右フックだ、右フックを何度も狙っていく。うなずいたペチマンボーン倒れません。井上尚弥です。そしてこの表紙になるとさらに距離を詰めてラッシュをかけていこうというところ、今お互いの腕が交錯する形、そしてまた右に下げてきているんですよね。この左でですね、結構相手寄せつけないですよね。このジャブ1本でですね、左1本でも戦えるようなボクシングしてますよね、はい。まあ、どういう後はこの作戦で来るのか、はい、ボディを打ってどんどん前進してくるのかですよね。しかし絶えず距離を潰していこうという、あとこういったところを狙っていきます。チャンスと見りゃ来ますからね、はい、そうですね、って言いますから、はい、本当にその通りですよね、このジャンプは。そして相手の調和もしっかり打ってますからね。はい、お手本ですよ。はい、左のジャンプを放っていきます。さあチャレンジャーの1番ボールを相手に3度目の防衛戦に臨んでいる井上尚弥、アッパーから、そして頭をつけてショートパンチを浴びせていきます。左手を放っていきました。このラウンドですけれども、相手の左のジャブをかわしながら、ただここですね、村田さん、こういうところちょっと怖いんですよね。そうですね、アウトの上からでも倒すようなパンチでしたよね。そうですね、それをができる状態の上で左のジャブを当てていきます。左、まあ、あれだけ接近戦をしておいて、これが急にこうやって動かれると相手も対応できないですよ、はい。左のジャブでなんとか当てようとしたペチマンボーンですが、そこをかわしていきます。チャンピオンの井上尚弥です。しっかりと相手の内側も狙って左のジャブをついていきます。左のジャブ、尚弥じゃないですね、ただ、うん、ここは打ち合いになっていきます。ショートレジ、やりくという話をしています。さあここでまとめていきます。コンパクトにコンビネーションを、です、はい、この第10ラウンドまもなく35秒というところになっています。さあロープを背負わせるか、圧倒しますね。圧倒しています。手を出せません。チャレンジャーのベチマンボーンですが、井上が次々と手数を出していきます。井上のラッシュ、来た、効いてる。少し緩めた、チャレンジャー前で井上、さあチャンスを迎えた。ここでノックアウトを狙うか。あと10秒、右ストレート、黄金の右ストレート。立ち上がることはできないか。すごい、聞こえた相手の心をへし折る音。もう聞いてますもんね。右のストレート、村田さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした、何が素晴らしかったというと、10ラウンド目ですよね、はい、これ勝負かけてるんですよ。尚弥もスタミナ使って、勝負かけてるところなんで、はい、もしこれ倒れなかったらあと2ラウンド、スタミナが切れた状態で戦わなきゃいけないという状態、井上慎吾トレーナーの話をしていましたが、尚弥は走っている時の自分の